今日のお弁当はわかめおむすび、梅干し入りとチーズ入り卵とミートボールとナポリタンです。今日はお弁当いただきます。いただきます。でもチーズの味する？する、うん、よかった。よかったってママが作ったんだけど。おいしくいただきます、うん、ごちそうさまでした。ご飯おいしくお弁当を食べたので、さっきこっちの金脚向きの表登山道から登ってきたんですけど、今度は裏登山道を歩いていきます。こっちのがなだらかで一般向けでちょっと優しいコースになっているんですが、途中になんか穴、なんか名所みたいな伝説とかなんか歴史に残るスポットもあるので、そこも見ていきたいなと思います。裏のが名前的にはなんかゴツゴツしてそうだけど、裏のがなだらかで、ロープの張ってあってるなだらかなとこをまずは進んでます。こっちに階段があるけど、あっちにも道がまっすぐある。こっちかな、あっちなんか看板があるよ。こっちっぽいね、あ、2つに分かれてるんだ。そっちが早い、こっちのが早い。ちょっとタルトの見たいところは違うの？あ、わこ、あ、こっちだ、多分。ちょっとこの階段の下にタルトが見たいところがありそうなので、こっちのがあと早いし、こっちから行きます。あっちもなんか看板があるから、あっちもぐるっとちょっと遠回りだけど、またこの道と合流するっぽいです。階段気をつけて。ずるずるっていきそうね、砂だから滑りそう。あ、大丈夫、うん、ロープが一応張ってあるけど、うん、大きい。注意看板があります。木、枝、落下につき頭上注意だって。すごい、このまんまで倒れてるんだ。この下をくぐっていきます。ちゃんと頭上注意で黄色い危険テープは貼ってあるけど、落ちてきたら怖い。これおっきい木、あ、すごい、なんか幹の方が何どうなってるの。ここ通ります。タルトは余裕だった。頭木のなんか下をこんな角度で通ることないから不思議な感じ。あ、うん、すごい。見て、めっちゃ地面がえぐれて木が倒れてる。私はすごいなだらかだったけど、ここら辺結構急な階段が続いてます。ロープも緩める。怖い、うん、綺麗、すごい。こっちは岩肌が近い。ここら辺他にも木がいっぱい倒れてるし、あの下にもまた危険頭上注意のなんだ看板テープがあります。あ、ウバの懐行けるの、あれ。タルトの行きたいところの看板が出てきた。急斜面危険だって、危険注意。ここがタルトがちょっと見てみたいなと思った。ウバの懐の
入り口です。そう、ムカデ、タイの伝説にちなんでムカデの穴とも呼ばれてるし、天保一揆の時に江戸幕府の知見役人の人が農民たちから追われて、その岩の陰に隠れたっていうところで大きい穴があるみたいなので、ちょっと登ってみたいと思います。細い、ここにも、お、こんな、あんなとこなんだ。よいしょ、細い、人一人しか通れない。ちゃんとでもロープが張ってあって、お、あー、すごい、ちょっと怖い。結構大きい穴だ。よいしょ、すごい、すごい、思ったより大きかった。ちょっと怖いけど入ってみる。真っ暗、怖い怖い、すごい、結構広い。僕はそこで終わってるけど、こっちからだと明るいけど、結構こんなめっちゃ暗いです、中からだと。入り口これぐらい。でもすごい隠れるスポットにはちょうどいい広さと、ここならバレなさそう。戻ってきました。すごい、なんかよく本当に見つけたなっていう感じだったし、あそこに行くこの道を地元の人がいろんな人に見てもらいたいってことで2年かけて整備したみたいです。行けてよかった。すごい、ロープとかも張ってあって、なんか入れてよかったです。今乳母の懐がある道を降りてきました。結構なんか急でした、思ったより。で、ここ、今ここの、見えか。今、ここを通ってきて、これ、あ、ちゃんと穴開いてる。乳母の懐、来たんですけど、裏登山道こっちだった。階段降りてきた方じゃなくて、奥に行ったら多分、こっちのがなだらかで、ここ、急坂って書いてある。急でした。うん、結構急でした。ゆるい方がいい人は、泊まりの方ですね。ここでもすごい。本当、乳母の懐見えてよかった。来る方はぜひ、こっちにちょっと立ち寄ってみてください。看板があるので、わかると思います。じゃあ、この後は、こっち、こっからまたなだらかになるのかな。降りていきます。合流してからは、結構なだらかな道です。今降りてきたらなんか六角形の不思議なところに出ました。で、こっちに行くと女山っていうのがあって、女とさっき登ってった頂上、三上山の頂上が男山っぽくて、女山がすぐこっちにあるみたいなので、ちょっとそっちも寄っていきます。今の今細いのもあったし、その横に今のやつが、あ、そうなんだ、うん、女山の方向かってるけど、ここは案内看板もなくて、道も獣道、登りやすい、なんか段がないから、ちょっと登ってるけどそんなきつくない。見えました、ミス山、270m。タッチ、これ違う？着きました。また山っぷの登頂した山が一つ増えました。また戻って、今度こそまっすぐ降りていきます。今降りてきたんですけど、さっきのところ
ヒノキが多くて、ヒノキの香りがすごい今もしてる。ちょっとあと花粉だからちょっと鼻水が出てきちゃったけど、ヒノキのいい匂いがする。こんな生えてる時からも匂いってするんだね。知らんかった、新発見。下ってきて結構下りが長く感じます。で今湧き水が湧いてるところを見つけた。あの穴から湧いてる。めちゃくちゃ透明でめっちゃ綺麗です。冷たい。うん、めっちゃ冷たくて気持ちいい。あんなところに桜があって、桜の花びらが風が吹くとすごい舞って綺麗。めちゃくちゃ高い桜、背が高い。タルト何個分だろう。